酒、ポテチ、人参。頑張れ頑張れ、酒飲みたいんだろ、休むんじゃないよ。脇汗が汚ねえこれ。あ、どうもライフバンクチャンネルです。太った社長ってどう思いますか？太った社長ってなんか自分に甘いんじゃないかとか、だけど部下には厳しく言うみたいな。で、まあうちの社長もご多分に漏れず、まあデブというか、デブなんですよ。豚なんですよ。だから、まあ、あのトレーニングオタクの私がビシバシしごいて、ね、豚をちょっともうちょっと見れる豚に変えてやろうということで、そういう企画です、はい。今から社長がここに来ますので、ちょっと面接というかカウンセリングしたいと思います。はい。何、今日は改まって何ですか？僕さ、うん、今年酒飲んでないんやって。珍しい。そう、あんなに酒好きだったのに。そう、僕77なんだって。体重な、そう、77。身長いくつで？68。68で77はまあまあ体積だいぶ四角いやろ。四角い四角いなんだけど、うん、今年になって69キロにならんかったら、うん、禁酒っていうふうに言われて、契約書書かされて。契約書書かされた？契約書書かされた。誰に？じゃあなんか嫁と妹がなんかそういう話しとって、うん、だけど絶対守らんからっていう風で、うん、契約書作るって、うん、で、うん、印鑑をして、うん、印鑑はどうしたの？そうこれ書いて。去年の話？そうで、うん、飲酒を、うん、守らんかったら、うん、家で横になるの禁止。それで結果12月終わってさ、うん、年明けたわけや、うんうん、どうなったの？スライド。それで、でもちょっともう決断しんと、今年ずっと酒飲めんもんで、うん、まあなんとか70キロ切りたいんだけど、うん、7キロ落とせばいいやん。そう、7キロ、うん、健太郎君めっちゃマニアックにいろいろ調べてたやん。そうなんですよ。プロテインの質とかまで調べてさ。そう、うん、だからなんか7キロ落とす、7キロ落とすプランね、うん、それはさ、ちょっとこれはさ、もう一度その嫁さんたちとも話し合ってほしいんだけどさ、うん、体重を落とすことが果たして正しいのかどうかっていうところから俺考えてほしいんだよ。ああ、なるほど、うん、みんなその体重ばっかに目が行きがちだけど、うんうん、いやそこじゃないぞと、うんうんうん、あなたそれ体重を落とすっつってご飯食べるのを控えて、うん、落ちてるのはそれ脂肪じゃなくて筋肉が落ちてるんですよっていうことがあるんですよ。なるほど。じゃあ痩せんくていいってことだよね。そう、痩せるんじゃなくて、うん、目指すべきかっこいい体になりましょうみたいな。あ、僕のさ理想の体はさ、うん、イチローみたいになりたいなんて。イチローになる。こっから柔軟な、うん、細くて強いしなやかな、なるほど、うん、糖質制限がよく言われておるじゃん。あれはどうなの？あれは糖質制限ってさ、やっぱり結果がすぐ出るからさ、体重落とすっていうので、うん、簡単に体重落ちるし、うん、でもあれ体重落ちる仕組みは筋肉が落ちとるんですよ、うん、脂肪は減ってないですよ、うん、筋肉が落ちて体の水分が抜けて、うん、いかにも体重が減ったみたいな感じするけど、うん、あれは痩せたんじゃなくて、うん、圧で取っていた方がいいかもしれない。そうなんだ。筋肉が落ちると今度は代謝が落ちる、うん、代謝が落ちてまた痩せないっつってご飯食べるよ減らすとまた筋肉落ちて代謝が落ちるって、うんうん、でそこからもうこれは無理だからご飯普通に食おうってなると代謝がめっちゃ落ちた状態やから今まで通り食っとるのにもっと太ってるね。アリバウンドすんだ。そう、だからあの筋肉をつけて糖質オフじゃなくて、うん、脂肪ってこれ、うん、糖質じゃないもん、脂肪って脂質だから、うん、だから脂質を取らないようにする食生活が僕はいいと思います。ローファット、まあ、糖質オフのダイエットも一応あるはある、うん、ケトジェニックダイエットっていう、うん、臭くなるやつね。そう、ケトン体でね、うん、ただケトジェニックはちょっと炭水化物減らせばいいやって思ってやる人はそれは違うくて、うん、まあ、徹底的に減らさんとか、うん、だからローファットの方がよくて、油取らん方がいいんだ。油取らんやり方の方がご飯もいっぱい食えるし、うん、米食っていいんだ。米食っていい。じゃあその食事も気をつけんといかんってことやな。この企画どうかな。いや、いいんじゃない。結構、うん、専門的なことを話させる質問を僕がすれば、うん、なるほど。でもさ、うん、俺なんてただの
あの YouTube 見たらさ筋肉オタク本当のちゃんとした人たちを見た方がいい。いいやったよ。ネイバーもまとめで言ったやん。まとめね。そうそう。まとめね。うん、YouTube まとめでいいや。でもその YouTuber たちの言うこと聞いとったら本当に体変わってきたもんで。うん、間違ってはないけど。うん。マッスル、マッスル。マッスルグリルが大好きだな。うん、さあまず今日はこんなことよりも、うん、あの HIIT ってしてますか。わかんない。高強度インターバルトレーニングだったかな。公共の高強度バーピーってことを知らなかった。ジャンプして腕立てしてみたいな。ああ、昔よく部活やらされた。あ、そう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 。めちゃくちゃ偉い。そうあれ結局あれ何やりたいかっていうと強い負荷かけてガーッと無酸素運動やらせてちょっと休んで、うん、またそれをやってみたいにすると、うん、なんか代謝がわーっと上がるって、うん、で有酸素運動じゃなくて無酸素運動のいいところは、うん、終わった後も代謝が上がった時間が長いんだって、うんうん、有酸素運動はそのやってる時だけなんだって、うんだからその後の代謝も上げたいってことで高強度なトレーニングを今日はやってもらいます。へー、はい、座学編はここまでです、うん、何持っとるのそれ手にで手に何持っとるのそれダメだよそんなもんこれダメダメ今日から禁止よ。ほっと芋を揚げとんだよ油でダメだこんなもの一番いかんないから禁止ですこれは。酒ポテチ禁止。酒もポテチも禁止。禁止70キロ級までそう禁止です。で今からやってもらうものは何これ縄跳び。縄跳びです。これです。これ縄跳びなの。これ縄跳び1キロもあります。1キロなんて軽くない。だけど飛ぶと遠心力やばいんだよね。でもケンタマンのさ軽いやジムみたい100回だよ。あつまずいてもいいから。6、7、8、9、10あと60 しんどい。やばいやばい。よし。冷たい。今何回？今まあ50にしよう。55ぐらい。今60にしようか。そうそう。OK 100。お、まだやるか。さあ次このままの状態です。これ新しい動き。何その器具。これこう回す。おお。すごいな、こんなんいっぱい持ったの。これを全力で回すのね。これ1分。おー、自分がめっちゃ重いよ。回す。おばあちゃん。それを1分です。3、5。あ、なんか、いろいろわからなくなる。わ。なにこれ。早く早く、もっと早く。いろいろわからん。腕が下がってきてる。そうそう、そう頑張って、まだ45。やばい。頑張って頑張って。こんな無理やろ。頑張れ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 。頑張れ頑張れ。酒飲みたいんだろ。休むんじゃないよ。全力であと5秒、全力で。もっと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 。はい、OK。どうですか、どうですか、最高でしょ。10年に一度の苦しみがあるよこれ本当にやばいよ、うん、それやばい。ちょっと本当にやばい。逃げた。違う、見やすいマジでこれ。うわ、何これ。1分3、5。やばい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 。あ、全力全力全力で。コツもあるんじゃないかな。そうやな。あ、なんか上手になってきてる。うん、そう。脇汗が汚ねえ。これ肉汁出とる。ちょっと岸田さんやりたいでしょ。ちょっとやりたいでしょ。レディーゴー。回して。
遅っ遅っ。でもちゃんと上行く。死んじゃう死んじゃう。そうでしょそうでしょ。すごい状態になってる。それ気に入ったし、うるさいから。これ人がやったことやってる。プリングス食べたい。ダメ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 。ご褒美はどうしたらいいんですか。ご褒美を食以外のご褒美にしてくださいよ。例えば、ケンタロウ君のご褒美は何なの。じゃあ俺は筋肉がつくことがご褒美だから。筋肉つい、それご褒美なの。それご褒美ですか。だけどあの和菓子とか食っていいんだよこの後。あ、そうなの。純粋な糖質だなら食っていい。あんこも。あんこ OK。 そうなの。どら焼きも OK、 たい焼きも OK。 そういうさ、でもさ、何が良くて何がダメかみたいなさ、もう日々2点3点や。何を信じればいいの。もう一回信じたやつを貫き通せばいい。なるほどね。ブレるから。信念。信念。ダイエットは信念。そう。安木のシリーズもあるのね。腕編、足編、腹筋編ってやろうかな。ああ、結構専門的な感じでやる。やりましょうか。なんかそういう需要もありそうやろ。これ見んでしょこの動画。あるの YouTube にいっぱ い。でもこれの動画のメインは、うん、いかになんかみんなとか僕をいじめてくれるかそうやな、そうやな、うん、社長を苦しめようっていうコンセプトだから。そうそうそう、これは、みんな世の中の、頑張って働いてる人たちは、社長を憎んでるもあるかもね、ちょっとはそういうとこもある、ザマミロ社長みたいな。そうやな。じゃあ僕はそのザマミンを一手に引き入れなるほど、任せろ。なるほど、ザマミンは任せろと。任せろ動画分かった、楽しいな、ちゃんとできることそれしかないできてないゆっくりせーのーで水ちょうだいもん面白いな、これ面白いな。